It's 6 p.m. Nippon Hosos Network brings you The Focus. The Focus. The Focus. Today's Straight News. 日本国内で確認された新型コロナウイルスの感染者が今日、クルーズ船の乗船者や政府のチャーター便で帰国した人を除いて2000人に達しました。千葉や京都など各地で感染者の集団クラスターの発生が相次ぎ、東京では感染者が急激に増加しています。東京都の小池知事は今日、総理大臣官邸で安倍総理大臣と面会し、都内の新型コロナウイルスの感染状況や病床の確保などの現状を報告しました。小池知事は、安倍総理には軽症患者が感染した後の対応策を国でスムーズに行えるような流れを作ってほしいと要請したと明らかにしました。2019年度最後の取引となった今日の東京株式市場の日経平均株価は、2018年度末に比べて2000円以上値下がりして取引を終え、2年連続で前年度末の水準を下回りました。日経平均株価の終値は18,917円1銭で、昨日と比べて167円96銭安く、2018年度末に比べると2288円80銭安くなりました。厚生労働省が今日発表した先月2月の雇用情勢判断で、2013年5月分以来6年9ヶ月ぶりに改善の言葉がなくなりました。新型コロナウイルスの影響を考慮したということです。新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う臨時休校などの影響で、仕事を休まざるを得ない保護者への休業補償の期限が6月30日まで延長されることになりました。当初期限は今日までとしていましたが、来月4月以降も休校する学校があると見込まれました。新型コロナウイルス感染拡大で史上初の延期に追い込まれた東京オリンピック・パラリンピックに関し、IOC 国際オリンピック委員会は国際競技連盟と臨時電話会議を開き、来年7月23日開幕、8月8日閉幕の新たな日程で全会一致の賛同を得ました。およそ1年4ヶ月後の祭典へ、予選の方式や日程の再編など仕切り直しの準備が始まります。 Thank you for working hard today.This program, today's commentator, will delve deeply into the day's news. Koji Morita and Sayaka Masuyama, Nippon Hosos Network, brings you The Focus, The Focus, The Focus. 3月31日火曜日、時刻は午後6時を過ぎています。こんばんは、日本放送報道部解説委員の森田浩二です。こんばんは、日本放送アナウンサーの増山さやかです。東京有楽町日本放送キーステーションにお送りするザ・フォーカス。日本放送をお聞きの方は今日はこの後7時30分まで、その他の放送局をお聞きの方は8時まで生放送でお送りしてまいります。いや、今日からのオープニングも変わりました。ちょっと変わりましたね、はい。まあ、本来ですとね、先週でこのザ・フォーカスは最終回だったんですが、まあ、プロ野球延長に伴って今日からはね、この時間から全国ネットでお送りするということになっております。はい。まあ、あのね、新型コロナウイルスの感染拡大で、まあ、プロ野球だけじゃなくて東京オリンピックもね、1年の延期、そしてあの志村けんさんが亡くなるというね、ショッキングなニュースもありましたね。びっくりしました。メールもいただいててね、福島県いわき市のフラジーさん、4日間、まずね、4日間放送がなくて寂しかったです。まあ、そんな中、昨日は新型コロナウイルスの感染症での志村けんさんの訃報を聞きびっくりしました。志村さんの残念無念の死を決して無駄にしたくないものです、というふうにいただいてるんですよね。まあ、結構若い方なんかも志村けんさんのこのね、ニュースを見て、もう自分のことというふうに考える方もね、増えてるようですよね。で、あの、東京都の小池知事は昨日はね、まあ、週末だけではなくて平日もあの夜の酒場への入店の自粛も要請しておりましたけれども、私はですね、この4日間放送がなかった時、あの、働き方改革もありまして4連休でございました。休めなくてね、はい、いけないと。増山さんも昨日休みだったんですよ。私もね、1日休みましたよ。でも連休って言ってもやっぱりどこにも出られませんね。
やっぱりねずっと家にこもってると、まあ、多少ストレスっぽいものはねたまりますよ ね、まあちょっと散歩とか買い物に行く程度ですもんね、そのくらいだった。で今日からのスタジオには、草野さんと松本さんも言ってましたがアクリル板が設置されまして、なんかね、透明の、ね、アクリル板がね自分の前と脇に立ってるんですけれども、なんかね森田さんとの距離がちょっと遠くなった気がして、遠くなった気がするよね。なんか、増山さんはそれでいいかもしれませんがいやいや私はちょっとがっかりしてるんですけど、あ、手を振りたくない。ちょっとねアクリル板に近づくとね、自分の顔とか姿が映るんですよ。あ、ちょっとね、そうですね、だから、ね、自分に向かって喋ってるようなね、なんか変な感じになるんですけど、ちょっと笑いたくなりますね、これね。まあでもね、できることから、ね、そうそう、やっていかなくちゃいけないということですね、今日もあなたからのご意見やご感想をお待ちしています。メールはアルファベット小文字で focus@1242.com、 ツイッターはハッシュタグカタカナでザフォーカスをつけてつぶやいてください。お待ちしています。さあ今日のコメンテーターをご紹介しましょう。中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さんです。こんばんは。はい、こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとアクリル板ねちょっと気になりますけどね石鹸ですね。あ、石鹸、高知消化そういう感じがしますけどね、いやでも私とあの増山さんの距離は近いですよ。そうですね、心の距離ですね。なるほど、はい、いや私ねラジオ聞いてたらこの間増山さんがね、なんかね興味津々とかいうね、コマーシャルに出たんですよ。でね、いや増山さんでも興味津々のものがあるんだと、こっちも興味津々になってしまいました。興味津々だった。いやだから今日はニュースにね、興味津々 で、 そうですね、で頑張っていきましょう、はい。まあ、ちょっと今日は短縮バージョンではありますけれども、6時45分頃からのコメンテーターコラム、コメンテーターコラム、ちょっと今日は時間を、ね、移動してます。今日は野村修也さんには日本の未来を担う学生たちへの提言というテーマでお話ししていただきます。はい、さあそれでは野村修也さんとともに取り上げます最初のニュースフォーカスに参りましょう。こちらです。 As the day ends, this program gathers the news and gives you clear focus. News focus. News focus. News focus. 小池都知事、安倍総理に都内の感染状況を報告。東京都の小池百合子知事は今日安倍総理大臣と面会し、都内の新型コロナウイルスの感染状況や教育現場の実態などを報告しました。感染拡大に備える改正特別措置法の緊急事態宣言について小池都知事は、政府が判断すると思うが最新の東京の事情を踏まえて今後どう進めていくかで連携し、都民の安心を確保していきたいと述べました。まず日本国内で確認された新型コロナウイルスの感染者は今日、クルーズ船の乗船者や政府のチャーター便で帰国した人を除いて2000人に達しました。で、今日判明しました東京都内の新型コロナウイルスの感染者の数は午後5時現在で78人に上りました。このうち14人は多数の感染者が出ている台東区の病院と関連がありました。で、これまでの合計は500人を超えまして、国内感染者のおよそ4分の1を占めていると。いうことで、まあ、まず野村さんね、昨日は東京都内の感染者数は少なかったんですが、はい、台東区の病院の発表が昨日はなかったんですよね。そうですね。ですから、まあ、昨日の分少なかったですけど、はい、今日の分に、まあ、上乗せされているという部分はあると思うんですよね。ただやっぱり数はですね、まあ、少し前に比べますと、はい、やはりかなり数が多くなってきてますから、まあ、どうしてもですね、安倍総理としても東京の状況っていうのを、まあ、つぶさに報告してもらいたいと、はい、まあ、こういう形だと思いますね。そうですね。で、小池知事が今日安倍総理と面会したんですけれども、東京都内の感染状況や病床確保、この辺の現状を報告しました。で、総理と面会後記者団に答えた小池知事です。国がお決めになる宣言については、緊急事態宣言についてお決めになるわけでございますので、その判断は政府の方でされるかと思いますけれども、まあ、最新の東京の事情と今後どう進めていくのか、国との協力をしっかり、いただきながら連携して、都民の皆さんの安心も確保していきたいと考えております。
まあ、この改正特別措置法に伴います緊急事態宣言については、まあ、政府が判断すると思うがということで、まあ、東京の、まあ、事情も踏まえて、まあ、連携をしていきたいという話を、まあ、小池知事はしていたわけですね。そうですね。ちょっと今の日本の状況っていうのを法律上説明させていただくと、はい、まあ、新型インフルエンザ等対策特別措置法っていうのが、まあ、改正されましてね、はい、で、このコロナウイルスもその対策の対象になるということを決めたんですね。はい、それから少し数日経ちましたけども、まあ、政府の対策本部というのを立ち上げたという状態になっています。で、そこで政府はですね、対処方針というのを決めまして、で、それに基づいてですね、実は各地の都道府県にも全国津々浦々対策本部が立ち上がっているという状況なんです。うん、はい、で、この状況で各地の、都道府県知事と連携を図りながら、うん、今はですね、新型インフルエンザ等対策っていうのを講じているんですね。はいはい、で、この中にはやはり各知事がですね、自分の地域の状況を見ながら、まあ、国民に対して住民に対してですね、協力要請をするっていう条文があるので、うん、今出ています要請は、まあ、法律に基づく要請という形になってるんですね。はい、少し前に北海道知事が緊急事態宣言を出したときはあれは法律に基づかない、はい、まあ、そういう指示でしたけども、今知事が出しているのは、まあ、特措法に基づく、まあ、要請を出していると、うん、まあ、こういう形なんですけども、これをさらに一段進めるのに、まあ、緊急事態宣言というのを今度は政府対策本部が打ち出すかどうか、はい、まあ、ここが今、まあ、関心が高まっているところと、うん、いうことなんですよ ね、 そうですね。メールもいただいてまして、葛飾区のたけるさん、45歳の方、新型コロナウイルスの感染拡大でネットなどではいつ緊急事態宣言が出されるかが話題になっていますが、その中には緊急事態宣言を戒厳令と勘違いしている人が少なくありません。緊急事態宣言は総理が指定した地域の権限を自治体の首長、首長に与えるもので、各知事の判断に任せるだけで、まあ、一歩も外に出るなとか、まあ、そういったことはありえないと思います。ぜひこの番組で緊急事態宣言は戒厳令とは違うことや、完全外出禁止を意味するものではないことを説明してほしいですといただいてるんですね。確かにご指摘の通りなんですね。うん、で、これはですね、まず私たちの行動に関する、いわゆる外出に関するですね、規制については、まあ、今行われている、こう、要請っていうのから一歩も出ないんですね。はいはい、で、これと全く同じ状況のものが、まあ、都道府県知事から出されるということになるわけです。うん、で、ただですね、実はもう一つ施設の、まあ、その管理の仕方ですね、施設の運営についての規制っていうのがありまして、で、こちらは、まあ、いくつかのですね、例えば学校とか、まあ、保育園とか、さらにはですね、まあ、劇場みたいなところ、はい、こういったものを、さらには、飲食店なんかでもですね、平米数の大きいところですね、1000平米以上、まあ、だから、1000平米を超えるですね、うん、つまり、だいたい303坪以上ぐらいですね、床面積で。で、こういったところについては、その、まあ、閉じるように、要請が出るという可能性があります。はい、で、これに応じなかった場合には、まあ、閉じてくれという指示が出るという、うん、少し一段強めのですね、要請が出てくるということになるんですね。はいはい、で、これにも、まあ、いずれにせよ、罰則はありませんので、はい、まあ、それぞれの判断でということにはなるんですが、うん、まあ、こういった要請が出たときに、緊急事態宣言が出ていればですね、多くの方はそれに従っていくということになりますから、はい、まあ、その人が出回るにしても、行く場所がみんな閉じているというような、うん、そういうような状況は出てくると。うん、ということは言えます。ね、ですから、外国の外出禁止令みたいに、例えばそれに違反して逮捕されるとか、はい、そういったことはないわけですよね。これは一切ありません。はい、これは私たちが、やっぱり自由の国っていうのをですね、基本に置いていますので、やはり国が何でもかんでも人を管理するっていう国にはしたくないわけですよね。はい、うん、だからこそ、国民の良識に、まあ、みんな期待していると。はい、だからこの命令を、まあ、緊急命令ではなくですね、その協力の要請というものを重く受け止めて、それぞれ が、うん、がしっかりと行動していくという、こういう枠組みです。で、ただですね、一部、まあ、国会議員の方なんかにも若干ですね、感染法って、感染症法っていうですね、はい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 、感染症に関する法律の中に33条というのがありまして、はい、この法律では、その、施設の立ち入りを制限したり、うん、あるいは、その、ある場所へのですね、交通を、まあ、その制限したりする、はいはい、そういう条文があるんですね。うん、で、これを、先週の木曜日にですね、ちょっと、政令を一部改正しまして、はい、新型コロナウイルスにも適用できるようにしたんです。はい、で、ここを捉えて、
もっと厳しい規制があるぞというふうな言い方をしている人がいるんですが、これ若干勘違いがありましてね、これは制度上どういうものかというと、ある特定の場所がウイルスによってもう汚染されてしまって、それまず消毒するんですね。ところが消毒が効かなくなった時にシャッターを閉めなさいっていう、そういう規制なんです。で、交通もそれで制限していくと。そうです。ここの場所、例えば、ある特定の地域に大量にですね、その、まあ、感染者が出て、そこをもう消毒しきれないという状態になった時に、そこを封鎖すると。ただ、その場合でも72時間という、その期限が決まってるんですね、はいはい、でこれは要するに消毒のための時間を確保するっていう、そういう規制ですから、まるでこうなんか、街がですね、全部ロックアウトされるみたいな、はいはいはい、こういうふうなこの条文の読み方をしている人がいますが、これもちょっと勘違いですので、やはりですね、基本は今の状況が厳しくみんなに理解してもらえるように、はい、まあ、政府を挙げてですね、宣言を出すというだけですから、今でもやっぱり私たちは同じ緊張感を持っていなければいけないっていうことなんですよね。都市封鎖といっても結局はこれは要請であることには変わりはない。変わりありません。それで、施設の封鎖については指示というのがあるんですけど、はい、これは命令ではありませんので、もちろん罰則もないという形にはなってきます。はい、で、WHO のね、緊急事態対応のライアンさんっていう人も都市封鎖だけではウイルスを撲滅できないというような判断も示してはいるんですよね。そうですね。まあ一部ね、やっぱり人が出歩かなければ、はい、それだけですね、感染が広がらないっていうデータはあるんです。はい、で、これはイタリアの2つの都市を比べたときに、先に封鎖した方が、まあその感染を蔓延させなかったっていうデータがありますから、うん、はい、だから、やはりみんながですね、ここは良識を持って行動を規律するっていうことは大事だと。ということなんですね。から、昨夜の小池知事がね、言ったように、まあ、夜の、まあ、飲食を伴うような、接客を伴う飲食の場ね、ナイトクラブとかバーとかキャバクラとか、あの辺の入店を当面控えてくれというのは、まあ、まさにその通りということなんでしょうね。はい、ここはね、クラスターが少し見えてるわけです。はい、ただ、情報がはっきりしていないために、クラスターとまでは認定できない。ただ、はい、おそらくそこにクラスターがあるだろうということが分かっているので、クラスター対策として、そこは要請をしているということです。そうですね、感染経路がですから不明な患者が、まあ、こういうお店とやっぱり関連があったというのは分かってはいるようですからね、うん、まあ、そこをなんとか封じ込めていこうということなんですね。この時間は東京都の小池知事、安倍総理に東京都内の感染状況報告というニュースについてフォーカスしました。放送報道部解説委員の森田浩二です。日本放送アナウンサーの増山さやかです。気になるニュースにググッとフォーカス。日本放送をキーステーションに全国ネットで生放送ザ・フォーカス。時刻は6時18分です。東京有楽町日本放送キーステーションに中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さんをコメンテーターにお迎えしてお送りしているザ・フォーカス。この時間はね、今日の夕刊にフォーカスするという新しいコーナーでございます、はい、ちょっとバタバタしてるね。ちょっとやってみないと分かりません、まず夕刊各紙の一面トップですが、朝日新聞の夕刊一面トップは感染拡大防止へ大学が呼びかけ、学生を集合しないでということで入学式中止や手続き簡素化という記事を一面で取り上げています。読売新聞は富士山の火山灰の荒廃、首都圏麻痺、噴火3時間で鉄道停止など国の報告書案を取り上げた記事が一面トップです。毎日新聞は相模原の、津久井やまゆり園での殺傷事件、上松聡死刑囚が弁護人が不服として控訴したその控訴を取り下げて、毎日新聞の記者が横浜拘置所で接見したという記事を一面トップで取り上げています。日経新聞はコロナ関連ですね、雇用生産に影響ということで、先月2月の有効求人倍率が 1.45 倍、改善という言葉を削除したという記事がトップです。そして東京新聞の夕刊は滋賀の呼吸器事件、元看護助手再審無罪ということで、大津地方裁判所の判決、自白信用性に疑義とこういう記事を一面トップで取り上げております。まあやっぱりね、コロナ関連多いんですが、私は
ちょっとね注目したのはこの読売のね、はい、一面のトップなんですが、あの富士山のね、火山灰のこの想定ね、はい、国の中央防災会議の作業部会が報告書案をまとめたんですけども、あの富士山の大規模噴火って、あの東日本大震災の後に、まあ、これちゃんと災害対策として考えようよということで、確か2013年からだったと思うんですが、この、まあ、報告書を作ろうというようなことは提言されていたんですが、はい、まあ、それが結構具体的にまとまってきましてね、うん、あの西南西の風が吹いて雨が降っている時のケースが最も被害が多くなる、はい、で鉄道が早い時期に影響を受けて、もう噴火3時間で東京都と神奈川県の大部分はもう鉄道が止まっちゃうと、うん、で静岡、山梨、埼玉、千葉、茨城の一部でも運行に支障が出る、でわずかな火山灰でも線路に積もるだけで信号や踏切が正常に動かなくなってしまうと、で2日目になると東京都内の一部で、灰が10センチに達して四輪駆動車も走行不能になる、そしておよそ2週間灰が降り続くと都心でも新宿区などで灰が10センチも積もって車も通行できなくなって、物流も途絶えると、まあ、こういう想定が出たんです。そうなんですよね。でこれあの今森内さんおっしゃったように、まあ、あの一部映像なども使って、はい、こんなような状況になりますよというのを、うん、まあ、少しずつあのみんなに知らしめている、そういう部分もあるんですよね。でただ大事なことは、はい、今回のコロナウイルスの時もそうなんですけども、何回もですね、大変だ大変だって言われているうちにだんだん麻痺してきて、そうか、そうなんですよ、これはね、いわゆるこう狼少年現象が起こってしまって、いやーきっと来ないだろうというふうに思ってしまうんですよね。でこの気が緩んだ時に来るんですよ。あ、確かにね。だからやっぱりね、こういう時にあの、まあ、常に警戒警告を発せられた時にしっかりとですね、やっぱりあのもう一回気持ちをですね整えるっていうことが必要だというふうに思いますけどね。火山灰ってあの乾燥していれば、まあ、10センチぐらい積もるまではまあ車走れるらしいんですけれども、雨で濡れちゃうとやっぱりもう3センチぐらいでももう車があの走れなくなっちゃうんですよね。そうですよね、あのよく鹿児島でね、あの桜島の噴火があった時とかに、まあ、そういったような現象が起こってるって言われてますけども、はいはい、そういった経験値をどんどん踏まえてですね対策を講じていく必要があるというふうに思います ね。でやっぱりあの、ね、日常生活のまあ継続が難しくなるということで、避難やそれから1週間分以上の、ね、食料などの備蓄が必要だということで、地震とか、ね、このコロナの本当に一緒、備えをしていかなくちゃいけないということですよね。この時間は夕刊各紙からフォーカスしました。時刻は6時23分です。東京有楽町日本放送から中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さんをコメンテーターにお迎えしてお送りしているザ・フォーカス。続いてのニュースフォーカスはこちら。ニュースフォーカス。東京オリンピック来年7月23日開催。新型コロナウイルスの感染拡大により来年2021年に延期された東京オリンピックの新たな日程が正式に決定しました。来年7月23日に開会式、8月8日に閉会式を行います。また同様に延期されていたパラリンピックは来年8月24日の開幕が決定しました。史上初の延期に追い込まれた東京オリンピック。来年7月23日開幕、8月8日閉幕という新しい大会日程が決まりました。まあ、今後は大会組織委員会を中心に準備作業のやり直しを急ぐと。いうことですが、 IOC 国際オリンピック委員会は30日、各国際競技連盟と臨時電話会議を開きまして、この新しい日程で全会一致の賛同を得たということです。で、 IOC のバッハ会長は日程決定後にインタビュー形式の談話を出しまして、オリンピックはトンネルの出口を照らす光となり、世界の選手やより多くの人々に希望を与えられると、このように述べています。で、橋本聖子オリンピック担当大臣は今日の閣議後の記者会見で次のように述べています。
今後この復興オリンピック・パラリンピックということをこの1年の延期によって、東北の方がどのような思いの中で、今後1年後に向かっていくかということもオリパラシックとしてもしっかりと寄り添いながらよりいい形の中で復興のさらなる後押しができる準備期間として捉えて前向きにやっていきたいと思っております。野村さん、オリンピックはね、はい、ほぼ丸1年延期という形で ね決まりました。今橋本大臣も言ってましたけどね、はい、この1年間の間成果が福島にとどまるんですよね、うんうん、はい、だからもし今ねコロナウイルスこんな状況ですけども、はい、いずれですねみんながまた移動できるようになった時に、うん、ぜひ成果をみんなで見に行くっていうね、はいはいはい、でそれで福島の地にみんなが足を運んで、まあ、本来の、まあ、その、まあ、目標であった復興のオリンピックというものの一助になるようにですね、うん、この、まあ、今の延期をですね、はい、まあ、その、ある程度、こう、まあ、我慢している部分をみんなでですね、はい、いい方向にこうつなげていくということが必要なんじゃないかなっていうような気がします ね、うん、そうですね。聖火ランナーもすでに決まっている人は延期した後も優先的に走れるらしいですからね、うん、だから今回のやつって、はい、まあ、いろいろ聞くところによれば、まあ、今回すぐに行った時とあまり変わらない形で、チケットなんかについても、はいはいはい、まあ、その、まあ、当選している方が、特に問題がなければ、うん、スライドした形で、観戦できるようにと。はい、まあ、もちろん何かご事情がある場合については払い戻しというような、うん、そういう話になってますのでね。だから、まあ、大きく変更がないような形で進めていきたいということだと思いますけどね。で、当初、春に開催されるんじゃないかということでしたが、うん、まあ、結局、夏ということですから、まあ、マラソンもそのまま札幌という方向にどうもなりそうですしね。そうですね、まあ、暑いということが問題だったの で、春という声も結構ありましたけどね、はい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 、だけども、まあ、いろんな事情で、まあ、政治日程とかっていうのも絡んでるみたいですけども、うん、まあ、いろんな事情でやっぱり、まあ、7月でも一つ考え方としては同じ日程なので、うん、準備しやすいっていう面もありますよね。そうでしょうね。1日違いですからみんな、はい、ね。そうですよね。で、まあ、あとはこれからの課題ということでは、まあ、追加費用大体3000億円ぐらいではないかと、ね、いうことで、まあ、この負担を、まあ、どうするのか、大会組織委員会、それから東京都、それから政府、それから関係自治体、この辺の負担をどうしていくのかが、まあ、ちょっと課題にはなってきそうですね。そうですね。やっぱり会場を確保するために、はい、もうすでに予約が入っていてですね、まあ、イベントを予定している方々がたくさんおられるわけですよね。でこの方々に、まあ、譲ってもらわなきゃいけませんから、はいはい、法律はやっぱり違約金とかですね、そういうものを負担していかなきゃいけないということになりますんでね、かなりの金額がそこでも出ていくということがあると思うんですよね。で、さらにまあ、いろんな形で、もう、使う予定だった費用っていうのが、まあ、使えないまま、そこで、はい、まあ、一種無駄遣いになってしまうという部分もありますんでね、うん、それらも含めて考えていきますと、かなりの金額になるということだと思いますけどね。うんうん、で、バッハ会長は、解決が必要な課題の一つとして、例のね、選手村、うん、大会後、分譲マンションとなる選手村を、はい、まあ、バッハ会長も挙げていたようですが、まあ、これ延期ということになると、やっぱり購入者への、ね、引き渡しが遅れるというような事態は、ね、まあ、懸念はされる問題ではありますね。そうですね。まあ、おそらく契約の中でですね、はい、まあ、何らかの特別な事情があったときには、まあ、こういうこともあり得るということは書いてあるとは思うんですけども、はいはいはい、まあ、そうは言ってもですね、やっぱりお子さんが入学するから、まあ、そこの場所に移ってこようとかですね、うん、そういういろんなご家庭の計画っていうのがありますから、そうですよね、それがもうまくいかなくなったら解約せざるを得ない方も出てくると思うんですよ、うん、そういう方々への保障みたいなものもですね、やっぱりまたお金をある程度考えていかなきゃいけないっていうところあると思いますね。まあ、とにかく、まあ、日にちを決めないと準備ができませんからね。うん、まあ、なんて言っても私たちがよりもアスリートの方が、いつ自分の試合があるのかと、そうなんですね、いうことがはっきりすることが、やっぱり大事ですよね。まあ、私も、まあ、その陸上部を預かってますけども、はいはいはい、まあ、小さな大会であったとしてもね、そこから逆算して、ずっと練習を積み重ねていくんですよね。はいはい、だから、ようやくそれが、まあ、練習がですね、本格化していけるっていう状況になっていると。まあ、少しアスリートの方も安心してきたんじゃないかなと思いますけどね。まあ、まだね、選考しきれてない競技もあるし、まあ、すでに選考が決まってね、まあ、そのままの代表として、うん、まあ、来年も大丈夫ですよっていう選手もいますけれども、
まあ、1年ぐらいであればね、うん、まあ、調整は可能なんでしょうね。そうですね。おそらくね、アスリートの方はね。うん、まあ、中にはね、もう本当にこの夏で、まあ、引退を考えておられたようなアスリートの方から見ると、これかなり厳しいと思いますよ、精神的に。そっからね、また1年もうそこから1年続けるのきついと思うけども、でもやっぱり、それが、むしろ、なんていうんですか、自分の引退の時期を、こうね、伸ばしてもらえたと思って、まあ、頑張ってくださる方がいてほしいなと思いますけどね。まあ、あとはこの新型コロナウイルスがね、うん、もう早く収束してほしい。年内ぐらいには世界中でね、まあ、日本はまあ収まったとしても、世界中がやっぱり収まらないと、オリンピックは開けないですもんね。そうなんですよ。で、だから例えばね、暖かくなるとウイルスが、はい、まあ、少し弱くなるんじゃないかという声が、まあ、これわかりませんけども、はい、あったとしてもね、地球っていうのは、我々のところが暖かくなると、今度逆に寒くなる地域があるわけで、そうだ。そこに今度は蔓延する可能性だってあるわけですよね。うん、はいはい、でもそもそもその温度が上がっても上がろうと上がらないと関係ないっていう場合もあるので、うん、そうだとするとやっぱりオリンピックをみんなで無事にまあ、開くためには、やっぱりまあ、ワクチンの開発、そうですね、もうこれをとにかく急いでもらいたいというふうに思いますね。この時間は東京オリンピック来年7月23日開催決定というニュースについてフォーカスしました。さあ、それではここで一曲お送りいたしましょう。明日から4月ということで、稲垣潤一さん、エイプリル。Thank you for working hard today. 日本放送 Net brings you the focus.Koji Morita and Sayaka Masayama. The Focus.時刻は6時35分です。今日1日のニュースをぐぐっとフォーカス。東京有楽町日本放送キーステーションにお送りしているザ・フォーカス。今日のコメンテーターは中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さんです。続いてのニュースフォーカスはこちら。ニュースフォーカス。雇用判断6年9ヶ月ぶり改善の言葉がなくなる。厚生労働省は今日、景気の減速を踏まえ雇用情勢判断を2ヶ月連続で下方修正しました。改善が進む中、求人が求職を大幅に上回って推移しているとした1月の表現から改善が進む中の文言を削除しました。雇用判断に改善の文字が入らないのは2013年5月以来6年9ヶ月ぶりです。厚生労働省の2月の雇用情勢判断、まあ、これまでは改善が進む中、求人が求職を大幅に上回って推移しているとしていたんですが、この改善が進む中という言葉がなくなりました。6年9ヶ月ぶりで、厚生労働省が発表した2月の有効求人倍率は 1.45 倍、2ヶ月連続の減少です。で、厚生労働省は観光関連業などで解雇や休業といった動きがあるとしております。まあ、ただ全体の水準に影響を及ぼすまでにはなっていないという説明もしています。で、一方、総務省が今日発表した2月の完全失業率は 2.4%、1月と変わっておりません。で、総務省は宿泊や飲食、製造や小売りなどの業種で、まあ、今後かなり影響が出てくる可能性があると、まあ、このような分析をしておりますけれども、まあ、この新型コロナウイルスの影響がね、2月、まあ、そろそろやっぱり出始めてきている。そしてこれからまた、一気に出てくる可能性が高いわけですよね。そうですね。やっぱりまあ、このコロナウイルスは経済に大きな影響を与えてますんでね、はい、私たちの雇用がちょっと心配なんですけども、うん、まずその有効求人倍率っていうのがありましたよね、はい、今ね。で、これはまあ、その、まあ、求めている人と求められている人の比率の関係の、はい、なんですけども、これ仕事を探す人一人に対して企業から、まあ、どのぐらいの求人数があるかということを表している、うん、まあ、倍率ですよね、はい、で、これが2ヶ月連続下がったと言ってますよね、うん、でつまり1月も下がってるんですよ。1月も下がって1月も 0.08 ポイント下がってます、はい、1ポイント、うん、そうするとね、1月っていうのはそんなに影響がなかったはずなので、コロナウイルスのコロナはね、はい、じゃあなんで下がったのかっていうのを、はい、ここもちゃんと分析しとかなきゃいけないってことなんですよね、うん、はいはい、一つにはね、実は今年の1月から求人票の出し方が変わったんですよ。あ、
求人票の出し方。そうなんです。で、この求人票の出し方が結構面倒くさくなりましてね。はい、その中に、その残業代に関することとかね、正規雇用の状況とかね、いろんなこと書かなきゃいけなくなったんですよ。で、それでね、実は12月に駆け込み求人があったんじゃないかと。いう面があるんですね。で、それが1月になったら、はい、その求人票の、まあ、対応が、まあ、その準備段階に入って、うんうん、少し求人が落ちたという面があるんです、はい、じゃあ実際のところ12月に駆け込んだっていうことはそこは少し上振れしてるってことだから、はいはい、12月の段階で何もなければもうちょっとへこんだんじゃないかと、うん、そうだとするとコロナウイルスの影響というよりは少し前から生じている米中の貿易摩擦とか、はいはい、あるいは、まあ、日本の消費税の、まあ、増税による、まあ、景気悪化の、まあ、状況とかですね、そういうものが少しそこに、まあ、生じてきていたという面があって、そこにコロナウイルスが、こう、乗っかったというような状況にあるんじゃないかなとも見えるわけですよね。で、まあ、いずれにしましても、じゃあ逆に言うと、このは、今はまだこれ2月の問題ですよね。一番やっぱり厳しくなってきているのはこの3月ですから、まあこれ以降ですね、3月4月というのがどれだけですね危機的な状況になるのか、ここがやっぱりですね、まあ注視していかなきゃいけないポイントだと思いますよね。ツイッターではね、石田俊光さんからいただいてますね。雇用判断から改善という言葉がなくなるニュース、なんとかしてほしいというのが本音です。お金をつぎ込む景気対策ではなく、新たな産業の振興とか雇用の創出が景気浮上のきっかけになると思うんですが、というのもいただいてるんですね。いや、おっしゃる通りだと思うんですよ。私たちね、今回のコロナウイルスによって生活が随分変わってきましたよね、はい、例えば自宅で勤務をするっていうようなことが起こってきたり、うん、あるいはその、家で食事をする、その時に例えば出前のようなものを、まあ、取ったりする方も増えてきたりとか、うんね、生活が少し変わってきてますよね、はい、そこに新しいビジネスが生まれてくる可能性っていうのがあるので、そこをですね、ぜひ規制緩和をしてほしいんです。で、特に教育なんかの場面では、はい、実は私たち、大学の始まる時期を、もうゴールデンウィーク明けまで繰り下げるような状況になってきてるわけですよね。そうですか、はいはい。はい。で、こういう状況になってきますと、はい、それに加えて、実はですね、インターネットで授業をするっていうことを、はい、まあ、なんていうんですかね、きちっと整えていかなきゃいけない状況になってきてるんですね。で、この状況の中で実はいくつかの規制がありましてね。それはまあ正規の授業とは認めませんという、まあ、まずは文部省のね、文科省の考え方。また硬いですね。あるんです。で、それを今回は特例を認めてくれてるんです。コロナウイルスのためにですね。じゃあその特例を認めるっていうことをもう一回掘り下げて、これを平常時でもこういう事業の形態があってもいいんじゃないかという方向に変わっていかなきゃいけないし、うん、でさらには著作権の問題なんかもありましてね。そうなんです。資料を、ね、そうなんですよ。投影すること自体に、一つ一つ、まあ、許可取らなきゃいけないとかっていう話になってきますと、はい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 、事業がもう成り立たなくなってくるんですね。それはそうだ。で、こういう問題についても、まだまだ解決しなきゃいけないものが出てくるんです。で、これらを、まあ、できればですね、その、どんどん新しいライフスタイルに合わせて規制を整えていくことによって、新しい、まあ、ビジネスが生まれてくる可能性もあるということは言えるんですよね。ただね、やっぱりそれは将来に、まあ、影響を及ぼすような投資になりますから、今やっぱりもう、目の前で困ってる方、で、さらには、大きく凹むだろう経済に対して、どれだけの経済対策を打てるか、はい、ここはやっぱりしっかり見ていかなきゃいけないとは思いますけどね。そうですね。まあ実際も厚生労働省の発表だと、このコロナウイルスの業績悪化で解雇とか雇い止めされる見込みの人が昨日時点ですかね、もう1000人以上に上っているということで、まあ観光バス事業とかね、まあ宿泊業の人が多いんですけれども、まあ特に成田空港がある千葉県なんかは、まあかなりこういう解雇雇い止めの状況が目立ってきている。あと中小企業が多い大阪も、まあかなり増えてきているという状況ですから、早く手を打ってほしいんですが、まあ、そのオンラインの授業なんかもそうですけれども、まあ、一斉休業といった時点でもうちょっとね、早め早めのことができなかったのかとかね、まあ、この景気対策もなかなか具体的なものが出てこないですもんね。そうですね。で、今、解雇の話ありましたけどね、やっぱりどうしてもしわ寄せが行くのは非正規の方だったりとかするわけですね。はい、さらには、もうすでにですね、その正規の方であったとしても、いわゆる整理解雇っていうのが行われる可能性があるわけです。で、整理解雇っていうのはね、厳しい
しい要件がありまして、4つ要件があるんですけども、はい、1つはとにかく必要性がしっかりなければいけないということなんです。はい、ただ、この時の必要性では業績の悪化っていうのは1つの必要性になるので、まあ、どうしても、まあ、そこで人員の整理が行われてくる可能性があるんですね。ただ、それの時に大事なことは、できるだけそれを回避するための努力をすること。はいはい、これが行われてなければ、解雇は違法になるわけですね。で、さらには、その削減をする人員を誰にするのかという、はい、こう選別のですね、合理性っていうものも求められてくるわけなんです。うん、あ、なるほど。で、さらには、その、まあ、実際に行う手続きですね、うん、これが妥当であるかどうかといったような、まあ、厳しい要件があるので、はい、それにですね、きちっと、適合する形で行われなければ、うん、まあ、そこは労使のですね、紛争になりかねないということがあるので、うん、そこはですね、厳しいかもしれませんけども、まあ、そう簡単にはですね、整理解雇はできないんだっていう問題はあるということです。ただこの時にね、一番最初にこの人たちを選びましたって言って選ばれてしまうのが内定者なんですよ。内定取り消しになっちゃうから。そうなんです。内定者も一応ですね、これは労働契約自体は内定の時点で結ばれてるというふうに考えられてるんですが、これ解除権が留保されてると考えられているので、はいはいはい、そこで解除されてしまう危険性があるということなんですね。まあ、すでに各地の労働局の集計だと今年の春、ね、もう卒業する学生たちの内定取り消しが昨日時点で22件、33人に上っていると。いうことですから、まあ本当にこういう人たちを今度救う対策もね、考えなくちゃいけないと。いや、そうだと思います。いうことになりますね。はい、この時間は雇用判断6年9ヶ月ぶり改善の言葉がなくなるというニュースについてフォーカスしました。日本放送、ネット、brings you the focus。時刻は6時47分です。東京有楽町日本放送キーステーションに生放送。一日のニュースにググッとフォーカスしていくザ・フォーカス。この時間はコメンテーターコラムです。今日のコメンテーター、中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さんのコラムはこちら。日本の未来を担う学生たちへの提言。新型コロナウイルスの感染拡大を受けまして、全国の小中高校や大学でも卒業式や入学式の中止延期が相次いでいます。明日4月1日からは新年度スタートですが、学生をね、教える立場でもあります野村修也さんに日本の未来を担う学生たちへの提言を伺います。まあ、こういうね、ある意味非常事態の中、学生の皆さんにも良識ある行動が求められるということですね、野村さんね。そうなんですね。まあ、学生たちだけではなくてね、日本国民全員が今良識ある行動を求められていると思うんですけども、うん、まあ、よく今報道されているのは、若者たちはコロナウイルスに感染しても無症状である人が結構いる可能性があって、はい、うん、それをとは知らずにですね、まあ、いろいろと活動、まあ、学生ですからアクティブですのでね、いろいろ活動してしまうことによって、まあ、感染を広げてしまう危険性があるということをみんなよく理解してほしいという声が曲がってますよね。はい、そうですね。で、ただね、やっぱり学生たちのことを見てるとね、うん、時代にそれをね、みんなに頼んでも、うん、そう簡単にはいかないっていうのは確かなんですよね。あ、そうでしょうね。どうでした？もう森田さん、学生4月入学式とか、その頃ってやっぱり結構はちゃめちゃやってましたでしょ？まあ、そりゃそうですよ。一番開放的な気分になるね、時期ですしね。うん、そうですよね。増山さんどうでした？いや、もう同じですよ。じっとしてるっていうのはね、ちょっと普通に。絵描いてたんですか、増山さんは。絵も描いてましたけど。何やってたんですか？勉強してましたよ。ああ、勉強してた。ああ、そうですか。いやいや、でもね、やっぱりね、うん、特に、まあ、サークル活動とかしてる学生たちは、新しいサークルのね、その、新人を獲得するために、はい、まあ、春となれば、とにかくいろんな手この手でね、人を呼び寄せて、うん、まあ、合宿したりとか、そうですね、そういうことを、まあ、従う時期なんですよね。新刊なんて言ってね。そうなんですよ。はい、で、まあ、今年はね、とにかく学校自体が始まるのをどんどん遅らせていますから、はいはい、まあ、そういう意味では学校のキャンパスの中でそういう出来事は起こらないようにしているわけです、はいはいはい、で大学としてはそれで大丈夫だと思ってるんだけども、はい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 、ちょっと考えてみると、うん、じゃあ家で何やってんだろうっていうことになりますでしょ、うん、はい、で、まあ、なんとなくね、
外で、まあ、みんなでワイワイガヤガヤやるのははばかれると、はい、いうことだとすると、じゃあ家に集まってみんなで飲もうかっていう感じになりかねないじゃないですか。うん、はい、そうですね。で、それってまあ、政府などがもう口を酸っぱくして言っている、うん、三密っていう、三つの密、ね。三つの密、はい。これに該当する可能性は高いわけですよ。うん、だから、そういう時にね、やっぱり、どこまでが、学生たちが、我慢していけるのかっていうことが、やっぱり我々としては、とっても心配なところだし、うん、はいはい、でも、どこかで信じてるところもあってね、うん、でそこをやっぱり、みんなと、きちっと確認し合っていきたいなっていうのが、今のところだと思うんですよね。うんうん、で、あれでしょ、早稲田大学、そうそうそう、早稲田でなんか卒業式が行われる予定だったね、うん、3月25と26日に高田の馬場駅前で騒ぐ様子というのが一部メディアでね、取り上げられたということなんですよね。うん、で、それはやっぱり早稲田はどうしてもね、まあ、目立つ大学だから、はい、まあ、代表的な大学なんで、そこは報道されちゃってるわけですけども、うん、いや、そこだけかっていうとそんなことはなくて、どこの大学でもやっぱり、ハメを外せば同じようなことをやってる可能性があるわけですよね。で、さらには悪気があったわけではないけども、京都産業大学でクラスターが起こってしまってるわけですよ。そうでしたね。卒業旅行でね、ヨーロッパを訪れた学生たちが感染して、帰国後に卒業祝賀会なんかをね、開いてそこに参加したことで感染が広がってしまった。そうなんですよね。はい、で、そしてそこにいた人がまた別なところに行って、はい、また感染を広げているということが、ね、まあ、報じられていますからね。はい、やはり学生たちには自分たちがそういうふうな形でクラスターを作ってしまうということを回避するために、うん、まあ、しっかりと自覚を持った行動してほしいなというふうには思うんですよね。うん、で、ただ学生たちにも言い分はきっとあると思うんですよ。はい、もう大人はどうなのと。まあそうですね。で、大人もね、やっぱりね、非常識な行動してる人たくさんいると思うんですよ。いるでしょうね。で、実際のところ、はい、昨日の東京都のね、はい、話を聞いていても、実際のところは、まあ、その夜の街でね、うん、こう遊びほうけている人が、場合によってはクラスターを作ってるんじゃないかっていうことを言われているわけで、うん、パチンコ屋さんなんかも結構みんなね、開店前から並んだりしますからね。そうなんですよ。うん、だから、結果的にはね、これ世代を超えてみんなが、この今の問題をどう捉えるかっていうことにかかってると思うんですよ。はいはい、うん、で、そこで私が今一番ね、大事に思っているのは、本当にみんながハメを外していると、結局のところは強制されてしまう。あ、今はね、先ほどちょっと法律の説明をしました。はいはい、我が国の法律では、外出を禁止したり、罰則を課したりする法律は今ないんです。うん、ないですね。ただね、本当に緊急事態になったら、うん、法律を作ることだってあり得るわけですよ。なるほど、そうですね。で、そんな法律を作らせないようにするためには、どうしなきゃいけないのかっていうことですよね。はい、結局のところ、それを一回作ってしまうと、はい、私たちの国っていうのは、常に自由というものが監視されたり、はい、行動が監視されて、そしてどこかで管理されるっていう社会になっててしまうわけですよ。はい、で、おそらく若者の人たち、若いね、学生たちが、一番欲しているのは、やはり生き生きと自由に暮らすこと。これが日本の誇りだし、日本に生まれてよかったと思っている、うん、まあ、基本だと思うんですよね。はい、それを今自分たちが失うかどうか、うん、そこをよく考えてもらって、うん、自分たちが今ちょっとハメを外すことが、将来大きく管理されてしまうことを生み出してしまうんだと。うん、だからこそ、誰にも何も命じられなくても、しっかりできるんだぞと、うん、いうことを率先してですね、やっぱり示していくということが大事だと思うんですよ。うんうん、まあ、命じられることになってしまうと、どういうことになるかということをちょっと想像してほしいわけですよね。そうなんですよ。で、この時にね、一番大事なのはね、例えば私、授業で、休みがちな学生がたくさんいると、はい、そこで説教しちゃうわけですよ。うん、なんでこんなに休んでるんだと。そうすると学生がみんな言うんです。僕たち来てますよと。来てない人には伝わってないですよと。まあそうですね。そうなんですよ。だから実はね、多くの学生たちは真面目に受け止めてしっかりやってるんですね。はいはい、でこのしっかりやってる人たちに何回説教してもダメなわけです。うん、だとすると、どうやってそれが伝わってない人たちに伝えていくのか。うん、僕はやっぱり今ね、若い人たちにお願いしたいのは、友達にぜひ伝えてほしい。
ああ、友達にね。そう。つまり誰かが何かをっていうんではなくて、うん、自分たちの中で運動を起こして、うん、そしてしっかりと今自分たちがこの自覚を持って行動することで、自由を守っていこうっていう、うん、そういう運動をぜひしてほしいなというふうに思うんですよね。うん、確かにね。うん。香港で見られた学生たちの運動は自由を求めてました。はいはいはい、そうでした。あそこまで過激なことをする必要はないんです。みんなが連絡し合って、ちゃんと自立を持ってやってるかどうか。うんで、さらにはね、そのインターネットなんかが今これだけ普及してるので、連絡手段があるわけだから、はいはい、直接会わなくたって、うん、みんなで、きちっとした新しい行動を、していく、うん、新しい行動のあり方をね、うん、みんなで作り上げていく、うん、そういうことも必要なんじゃないかなと思いますよね。その連絡手段でね、まあ、SNS で誘われたりなんかしても、その誘われたことに流されるだけじゃなくて、うん、ちゃんと考えて自由というものを守るためにどうしたらいいんだということを考えてほしいということですね。前にちょっとね、このコメンテーターコラムでもお話しした、ズームっていう機能があるんですけど、はいはいはいね、私はね、今推奨してるのは、ズーム飲み。おお、なるほど。みんなで、接触しなくたって、はいはい、みんな同じもの買ってきて、ズームで、みんなで飲み会やったっていいんですよ。そうですね。そう。工夫のしどころだというふうには思いますよ。工夫があるということですね。コメンテーターコラム、今日は野村修也さんに、日本の未来を担う学生たちへの提言というテーマでお話ししていただきました。日本の放送、Network brings you the focus。時刻は6時57分、まもなく58分になるところです。東京有楽町日本放送キーステーションにお送りしているザ・フォーカス、今日のコメンテーターは中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さんです。今ね、学生たちへの提言をしていただきましたが、こちらはですね、御殿場市の和弘さん、49歳の男性の方、あ、さっきの曲ね、稲垣潤一さんのエイプリルには癒されますね。まあそれなのに、年度末から新年度に向かう雰囲気が全く感じられません。唯一感じるのは、我が家の長女が明日から社会人デビューですね。おめでとうございます。4月ですから ね、 ねえ、まあ、いきなりの荒波をかぶっていますので心配でなりません。作業療法士としてリハビリセンターに勤めますので、自らの健康状態にも人一倍注意が必要ですと、ね、こういうメールもいただいてます、ね、ちょっと感動したのは、さっきDJ 森田がちゃんと曲をね紹介したよ。先週一曲も紹介しなかったのね。先週はね、したんですけど、まあちょっとボロボロになったりね。ああ、そうでしたね。そうそう。翌日に僕のやつ読んでもらってありがとうございます。ああ、そうでした。グダグダになった、ね。グダグダになった。グダグダ。LINE ね。ありがとうございます。ツイッターね。初めてラジオで名前呼ばれました。いや、こちらこそ、つぶやいていただきありがとうございました。私の妻以外とのね、映画の話をしちゃって、うちに帰ったら妻に怒られました。誰と言ったの？あえてここで言うからね、またそう、また言うんだったらあれだけどね、ちょっと後ほど弁護事務所に来られたらどうですか。わかりました。ご相談させていただきます。はい、引き続きあなたからのご意見やご感想をお待ちしています。メールで送ってくださる方はアルファベット小文字で FOCUS focus@1242.com、 ツイッターでもお待ちしています。ツイッターはハッシュタグカタカナでザ・フォーカスをつけてつぶやいてください。ご意見ご感想などお待ちしています。 It's 7pm 日本放送 Network brings you The Focus, The Focus. Today's Straight News。2020年3月31日火曜日、時刻は午後7時になりました。日本放送報道部解説員の森田浩司です。こんばんは、日本放送アナウンサーの増山さやかです。ザ・フォーカス、東京有楽町日本放送キーステーションに生放送でお届けしています。今日のコメンテーターは中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。先ほど景気、雇用の問題取り上げたんですが、ツイッターでは、はい、魅惑のザルドスさん、一方的な解雇はできないというのは確かだけれども、自発的な離職を妨げてはいないと、公共交通機関とか旅行業で、離職する人が増えるんじゃないかなと思うんですよねともいただいてるんです ね、 そうですね。そうか、自発的離職というような形になっちゃうケースもあるんですかね。そうですね、ちょっとね、そのあたりがグレーな部分もいろいろありますからね。確かにね。
さあ、それではこの時間までに入っているニュースをまとめてお伝えしましょう。報道部の山本デスクです。この時間ニュース以上です。はい、ご苦労様でした。報道部の山本武史デスクでした。確かに大阪のね、松井市長、飲食店への補償については国が行うべきだというような発言もあったようですが、確かに、これね、バーとかナイトクラブとか、利用自粛呼びかけても、これは補償という面が難しいですもんね。そうですね。今、経済対策については2つに分けて検討されていると思うんですね。はい、で、1つはやっぱり今みたいな形で、急激に所得が減ってしまって困っている方ですね。はい、この方々をどうするのか。はい、で、それから全体でマクロで本当に経済が落ち込んだ時に、その落ち込んだ分をどうやって埋めていくのか。この二つはきちっと分けなきゃいけないですね。はいはいはい、で、その前者の方の問題については、やっぱりある程度ですね、補償に近いような形で、そのお金を給付しないと、ビジネスが成り立たない方々がいますんでね。そう考えなきゃいけないと思います。で、私は基本的にはやっぱりこのコロナウイルスのパンデミックっていうのは、はい、これはですね、災害だと思うんですよ。みんなが今被災してる状況ですよね。はいはい、ですから例えば地震があった時に一律にですね、例えば全壊した人にはいくら、はい、建物が半壊した人にはいくらっていうふうに、まあ、給付があるじゃないですか。はい、あります。で、ああいったようなものをですね、はい、きちっと、まあ、経済、まあ、自分のそのビジネスが全面的に落ち込んでしまった人にはいくらとかですね、そういったようなものをちゃんと出さないといけないんじゃないかなと、そういう仕組み作りが今求められているというふうには思いますけどね。そうですね。まあ、それからね、政府の対策本部会合など出席する閣僚を分散させるということで、まあ、安倍総理が出るんなら麻生さんは出ないとか、まあ、こういうような対策も国の方も取っていくということですね。そうですね。さっき見てきた3つの密っていうのがありますけども、はい、ちょっとよくこれ勘違いしてる方がいて、3つが重なったらダメだと思ってる人がいるんですけど、はいはい、あれ1つでもダメなんですよね。なんか円が3つあって、その3つの重なった部分に対象、そこが対象だというふうに勘違いしてる方多いかもしれませんね。そうなんですね。ただ密集と密閉と密接、これそれぞれがもう全てダメだということですよね。そうです。だからそこはちゃんと注意しなきゃいけないと思いますね。引き続きあなたからのご意見やご感想をお待ちしています。メールで送ってくださる方はアルファベット小文字で FOCUS フォーカスアットマーク 1242.com ツイッターでもお待ちしています。ハッシュタグカタカナでザフォーカスをつけてつぶやいてください。時刻は7時14分です。今日1日のニュースをググッとフォーカス、東京有楽町日本放送キーステーションにお送りしているザ・フォーカス。今日のコメンテーターは中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さんです。メールでね、たくさんいただいているのはなんか LINE による調査というのでね、はいはいはい、こちらはですね、東京小平市のラジオネーム101回目のぎっくり腰さんね、先ほど LINE からのお知らせが鳴ったので開いたら、厚生労働省に協力するための新型コロナ対策のための全国調査とありました。調査は5択で現在の体調を選択するものでした。しかし無症状の感染者もいるわけで、果たしてこの調査どれだけ役に立つんですかね。それから大田区の、ね、マイティさん47歳の会社員の方、先ほど厚生労働大臣の名義で LINE が届いてアンケートに答えて返信したんですが、本当に厚生労働大臣なのかなと疑問に思いました。そういう事実はあるんでしょうか。もしかして偽物 LINE なんではとちょっと不安になったもんで、同じようなメールは来てないですかって。平塚市の数一番さん60代の男性も、まあ、緊急事態宣言やコロナ関連の嘘やデマ多いです。明日はエイプリルフールだからと嘘をネットでつぶやいたりしないでほしいですね。いたずらでネットに流さないようにラジオからも言ってくださいって来てるんですが、これでもどうやら本物のようですね。はい、うん、いや、今増山さんもね、開いてますよね。厚生労働省の新型コロナウイルスに協力するため第1回新型コロナ対策のための全国調査を、今日3月31日に実施しますということで、新型コロナウイルスの状況を正しく把握して私たちの生活を守ることを目的に行われ、今後も継続的に実施する予定だということで、初回の調査は、今日から明日の間でご参考お願いします、ということなんですね。そうですね。今日本というのはやっぱりまず症状が出て、出た人を PCR 検査をやって、そして重症化させないっていう、まあ、こういう戦略で言ってるわけですよね。はいはい、ただやっぱり世の中にはかなり体調が悪いのに
そこでお一人でおられる方とかもいますんでね、はいはい、まあ、そういう人たちにちゃんとこの、まあ、声掛けをしていったりとか確認をしていくっていう作業が必要だということだと思うんですね、うん、で2点やっぱりちょっと気になる点がありましてね、はい、一つは今何度も皆さんからご心配があったように、はい、これに乗じて今のはこれ正しいわけですよね、本物なんです、はい、で私のどこにも来てます、はい、でみんなが返事を出している、ただこれに乗じて似たようなことをやり始める人がいるかもしれないので、ぜひそこは注意した方がいいということはあると思うんですね、うん、そうですね、で、まあ、それによって物を売りつけようとする人や、うん、あるいはメールのアドレスを盗み取ろうとする人もいないわけではないので、うん、きちっとちゃんとあの確認をして周りの人たちにも来てるかどうか、うん、そういうのを見極めた上でですね、しっかりと対応していくということは必要だと思います。でもう一つはですね、やっぱり例えば LINE でこうやって確認しても、はい、LINE の届かない人がいるわけですよね。そうですね、これやっぱりあの年齢層もありますし、はい、いろんなまあその理由によって届かない人たちもいますから、そういう方々に対してどうやってそれを届けていくのか、うん、確認していくのかっていうのは重要ですよね、うん、で実はあの災害対策基本法という法律の中には、はいはい、あのご高齢の方で避難があの困難である方々っていうのを名簿をちゃんと作るようになってるんですね、はい、でそれ実は都道府県はみんなあの市町村はみんなそれを持ってるんです、うんうん、だとすればそういう方々の健康管理というのにもその名簿を使ってですね、はい、それできちっと確認をするというようなきめ細やかさがないと、うん、どこかで重症化されている方を、まあ、見落としてしまう危険性がありますから、はい、だからここはやっぱりしっかりとあのいろんなツールを使ってやっていってほしいなと思いますけどね。確かに災害でかなり あの、ね、インフラみたいなものを整備されているわけですから、あと連絡網なんかも含めてね、 それを活用するのは本当にいい方法だと思いますよね。ところが日本は、ね、どうしても、ね、はい、この、まあ、疫学的な問題というのと、それから自然災害を、はい、もう立て付けを分けちゃってるんですよ、はいはい、だから自然災害用のやつがうまく使えてるのかどうか、ここはねもったいない部分たくさんありますから、ぜひあの自治体知恵を絞って頑張ってほしいなと思いますね。あのこの厚生労働省の、ね、LINE による調査もです、私のところにあの東京都からもやっぱり同じような調査依頼が来てるんで、うん、はい、多分自治体もそれぞれでこういうのやってるんでしょうね。ああ、まあ、ただやっぱりねなかなか信用できないという方もいるようで、千葉市のね千葉ばあばさん60歳の方、先ほど新型コロナウイルスに関する厚生労働省の調査という LINE が届きました。これは本物、詐欺、どちらでしょうか、わからないので閉じてしまいましたという方もいますのでね、うん、そうですね、まあうん、でも事前にやっぱりこういうのをやりますよということは告知されてますから、うん、はい、そういったところをちゃんと確認していくってことですね。間違いないということですから、まあ、健康状態などをね、チェックするこのラインまで、できれば調査協力した方がいいのかもしれませんね、うん、引き続きあなたからのご意見やご感想をお待ちしています。メールで送ってくださる方は focus@1242.com、 ツイッターはハッシュタグカタカナでザ・フォーカスをつけてつぶやいてください。日本放送 Net brings you the focus。時刻は7時25分です。日本放送キーステーションにお送りしているザ・フォーカス、日本放送をお聞きの皆様とはこの時間でお別れということになります。むちゃくちゃ早いんじゃない、なんか先週9時20分までやった、ね、そうね、うん、あれ去年じゃない、先週あまりにグダグダだったから終わっちゃった僕らさんのせいってこと、そうなんか火曜日だけ早く終わるって聞いたんだけど、うん、明日からまた9時20分ですから、いやだからね絶対早く終わったら困ると思ってあの今日ちょっと真面目にやってみたんよ。大丈夫ですよ、うん、今日ね、で多分来週からは9時20分まで、うん、そうでしょう、保証されるんじゃないか、保証される、うん、私は分かんないけど、いやいやいや、もう DJ もいたのさせいで先週グダグダだったから見てくださいよ、本当に、ね、本当になんか制裁なの今日で、ね、今日は、うん、いや要するにあのダメだったから、ね、ダメだったから罰ゲーム罰ゲームそんなことないです。であの地方局の方とはこの後また8時まで、あ、そうなんだ、送り出します。あ、よかった、よかった。ただ30分ありますから。それでもいつもより短いです。あ、そうですね。いろんな事情があります、ね。はい。でね、野村さんのコラムについてはね、結構反響いただいてますよ。埼玉市のレオナさん、42歳の女性の方。今、ハメを外すことが、その先の自分たちを苦しめることになる。この言葉は学生はもちろんですが、大人たちもしっかりと肝に銘じないといけないです。私も野村さんのこの言葉を家族にも伝えました。ありがとうございます。私も自分に聞かせてます。本当そうですね。それからね、ラジオネーム、イカメラの男さん。
野村さんのコラム、確かに学生に限らず自分たちがそういうクラスターになる危険があると考えるべきですね。まあでも自分が学生だった頃を思い出すとどうだろう。まあ野村さんがおっしゃる通り、普通に存在している自由というのは何なのかを考えるいい機会になっているかもしれませんね、というふうにいただいてます ね。自由は私たちが守らないと、いつ失われたら失われるかわからないものだということですよ ね。まあ確かに遊びたい盛り、みんなとね集まりたい盛りではあるんでしょうけれども、ここをぐっとこらえてということです ね。我々もアクリル板に遮られながら、アクリル板に遮られながらやっております。それからね、新型コロナ関連では、こちらはね、川崎市のグリーンアスパラさん、女性の方。コロナウイルス対策で政府からスライド出勤で混雑緩和、まあ、時差出勤でね混雑緩和という話がありました。私は通勤に電車を利用していますが、混むのを避けるためにいつも家を早く出ています。ですが時差勤務が始まり、車内がめちゃくちゃ混雑し大変困っています。政治家さん、議員さんたちはちゃんと駅に出向いて通勤時間帯の通勤状況を見て勉強してくれないとダメですね。議員さんたちは電車を利用しないんでしょうかねっていただいて確かに時差通勤をするとね、またみんなずらしちゃうからね、そうなんですね、混んじゃうんですよね。まあ、この辺は困ったものではありますけれどもね。まあ、私たちの生活大きく影響してますけどね。でもやっぱり頑張るしかありませんからね。でも本当オリンピックのためにね、この時差通勤とかテレワークというのはやりましょうと言っていたんですから、まあ、来年今度オリンピックがあるわけですから、そこに向けてもね、ここもうちょっと普及させないといけないと。いや本当にね、オリンピックはね、このコロナウイルスに勝ったっていうことで、みんなで世界中の人たちが集まるねイベントにしてほしいなと思うので、とにかく勝たなきゃいけませんから ね。今日のコメンテーターは日本放送をお聞きの方とはここでお別れです。中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さんです。どうもありがとうございました。でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。その他の放送局の方はまだ続きます。さて日本放送をお聞きの皆様には、飯田浩司の OK 浩司アップのお知らせです。明日6時からの OK 浩司アップ、コメンテーター明日はジャーナリストの佐々木俊直さんです。取り上げるニュースは国内の感染者数2000人超え、首都封鎖の可能性はなどとなっています。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、明日朝6時からぜひお聞きになってください。日本放送機の方とはこの時間でお別れです。お相手は日本放送報道部森田浩二と日本放送増山さやかでした。